2022年北京冬季五輪へ挑む羽生ズルの練習姿勢に共嘆4年前の平昌五輪に続き、北京五輪でも3連覇を狙う羽生ズルその強烈な意欲と努力に、長年のコーチブライアン・オーサー氏も共嘆している。健康面での懸念もあったにもかかわらず、羽生は常に最高のパフォーマンスを追求し続けている。オーサー氏は、 彼だけで自分を追い込んだと、その練習への情熱に敬意を表する。さらに、史上初となる4回転アクセルの獲得にも挑戦し、その成功を心から願っている。この記事では、ューの練習姿勢やコーチからの評価、そして四回転アクセル挑戦の意義について掘り下げて検討していきたい。さらに、ューの強さの秘訣や、 この先の大きな可能性についても考察を行う。羽生の練習姿勢に圧倒されるオーサー氏。コーチのオーサー氏は、羽生の練習に取り組む姿勢に強い感銘を受けている。本当に頑張り続けると語るオーサー氏の狂誕ぶりが伺える。平昌五輪では、直前の負傷にもかかわらず見事に電波を果たした羽生。オーサー氏は、当時のコンディションの良さと、 素早い回復力が連覇の鍵となったと分析する。そして、その裏にあるのが、波乳の練習に対する情熱と意欲だという。彼だけで自分を追い込んだのです。そして五輪連覇王者になりました。驚異的ですよ。彼はトレーニングが好きだし、競争が好き。それに得意なんです。大沢氏の言葉からは、 羽生の努力と向上心の高さが如実に現れている。通常の選手であれば、直前の負傷から容易に立ち直れないところ、羽生は自己への厳しい要求と鍛錬によって、最高のパフォーマンスを発揮し続けてきた。その姿勢に、長年のコーチも共嘆せざるを得ない。羽生のさらなる進化と飛躍を、大沢氏は心から願っているのが伝わってくる。 4回転アクセルに込められた意気込み。羽生がこの北京五輪で最も意欲的に取り組んでいるのが、4回転アクセルの挑戦だ。これは、フィギュアスケート史上初の快挙となる。オーサー氏は、ユズルは常に何かより優れたものに向かって努力しています。4回転アクセルがその一つ、と、羽生の向上心の高さを指摘する。4回転アクセルは、 空中での回転数が従来の4回転より1回多い、非常に難度の高い技だ。上昇しながら回転するため、タイミングや回転力の管理が極めて難しい。これまで誰も成功させたことのない4回転アクセルに挑戦する波乳。大沢ーー氏は素晴らしいことですよね。いずれは誰かが成功させると思います。私が生きている間に誰かが成功させる。 それが彼であることを祈っています、と、その成功を心から願っている。羽生にとって四回転アクセルは、単なる技術的な挑戦だけではない。過去の事故を超えるという強い意志の現れでもあるのだ。これまで積み重ねてきた努力の賜物として、この金字塔に挑む姿勢に、大沢氏も敬服せざるを得ない。羽生の強さの源泉。 羽生が五輪で3連覇を果たし、さらに4回転アクセルにも挑戦できるのは、一体何に由来するのだろうか。その背景にあるのは、羽生の強靭な精神性だと考えられる。オーサー氏は、彼はトレーニングが好きだし、競争が好き。それに得意なんです、と述べているが、単なる才能や技術の高さだけでは説明しきれない部分がある。 羽ニュは厳しい練習に打ち込む際も、それを楽しむ姿勢を持ち続けている。負傷からの回復においても、自己への高い要求と鍛錬によって乗り越えてきた。このような精神力と意志の強さが、他の選手との差を生み出しているのだ。さらに、フィギュアスケートに対する深い愛着と探求心も、羽ニュの原動力となっている。単に勝つことだけを目的とせず、 より高いパフォーマンスを追求し続ける姿勢は、羽生の魅力の一つでもある。2024年の北京五輪を機に、羽生はさらなる高みを目指すはずだ。過去の事故を超えるチャレンジに挑む羽生の姿は、スポーツファンの心を大いに揺さぶるはずである。今後の羽生の飛躍に期待。羽生結弦は、94年ぶりの五輪三連覇とともに、 スケート界史上初の4回転アクセルの成功を目指している。この目標達成に向けて、羽生は今なお厳しい練習を重ね続けている。大沢氏が目を見張る自己追い込みの姿勢は、まさに強者の証だと言えるだろう。さらに、羽生には強靭な精神力と探求心がある。単なる勝利だけでなく、より高いパフォーマンスの追求という、 スポーツの本質的な魅力を体現し続けている。2024年の北京五輪を機に、羽生がどのような輝かしい成果を残すのか。スケート界のみならず、スポーツファン全体の期待も高まっている。今後、羽生がどのように自己実現を果たし、そしてスケート界に新たな歴史を刻んでいくのか。その過程を見守り、共に喜びたいと思う。